スーパーフォーティー。よし、声が少しずつ治ってきてるんですけど、今日はアイアンマントライアスロントレーニングの3日目の日です。おとといから始まってる。でも、実は10日後、2週間後にボストンマラソン走ることになってるんで、月曜日からこのアイアンマントレーニングプランやってますけど、その前からボストンマラソンのためのトレーニングやってるんで、いっぱい走ってるんですよ。まだ自転車とか水泳、まあ、自転車ちょくちょくやってきてるし、水泳もたまにやるけど、こういう本格的なアイアンマンプランは3日目で、今日は割と楽な日で、まだベースウィークという基礎を作るための、期間があって、そのベースウィークが確かに5、6週間ぐらい、この20週間の中の4、5週間ぐらいあるのね。で、これがベースウィークの最初の方 だから、まだちょっと少ない。で、今日は自転車45分。多分家の中で室内のトレーナー使って、外行かないで45分やって、で、1時間ストレンツトレーニングだから、ジムに行ければジムに行った方がいいけど、あんまりジムに行く気ないから、今日は家でウェイツとかあるんで、1時間ストレンストレーニング自転車乗った後にしようかなと思ってる。それが今日で、まあ、体調は最近良くない。いろいろ移動もあったり、駅伝もやったりしてたから、ちょっと風邪ひいちゃったけど治す時間なくて、でもまあ徐々に、やっと昨日は寝たし、徐々に治ってきてるかなと思うので、今日は控えめの運動なんで、そんなに辛くなくて済む。それに仕事溜まってるから、仕事が幸いにできると思ってます。今日3日目、そんな感じですね。これから20週間長いんですが、頑張ります。スーパーフォーティーのスチューリビーでした。スーパーフォーティー。